高畑達志郎は日本の画家、独立美術協会会員。1952年2月に母職で毎日芸術賞を受賞。1895年10月1日、東京市神楽の雑穀ど問屋に生まれた、4男3女の橋。東京女子高等師範学校幼稚園では同級生に鈴木慎太郎がいた。1908年に、 東京高等師範学校附属小学校卒業。1913年に東京高等師範学校附属中学校卒業。第7高等学校門下と海軍兵学校に合格したが入学しなかった。1年後の1914年には慶応義塾大学理財科に入学したが中退して本郷洋画研究所に入所。1919年の校風回転で、 初入生を果たした。1921年に神戸から突伏し、パリではアカデミーランソンに通った。中山隆福沢一郎、大石七助と共に、ロルヌ街32番地のアトリエに住み、後には鈴木慎太郎も迎えた。モイーズ・キスリングラのエコールドパリの影響を受けた。 1928年に7年のフランス生活を終えて帰国すると梅原龍三郎の勧めで国画会に出品したが、1930年には独立美術協会の結成に参加し、以後独立展を主要な活動の場とした。1952年2月に毎日芸術賞を受賞。1976年6月26日、東京都港区の自宅で死去。80歳。 母書は東京都文京区の伝通院、高畑家の墓石、ありがとうございます。